愛用機のギャラクシー S5 に保護ガラスつけてたんですけど、落としちゃって割れました。そして新しく買い直しました。今回は保護ガラスでも横から見えなくなる保護ガラス、みんな大好き、アマゾンです。今週で2回もアマゾンで買い物しちゃった。がっちり梱包されてます。今回買ったのはそうグラスティー R スリムプライバシー。強度は保護ガラスと同じで、それに横から見えなくなった機能がついた優れもの。だって電車の中で変なページ見てて覗かれたら嫌でしょ、誰だって。え、知らなかった。メイドフォーギャラクシーって書いてある。私は保護ガラスにホコリを入れたくないので、お風呂場ですっぽんぽんになってやります。ではすっぽんぽんになりにお風呂場に行きます。湿気をまき散らします。お風呂場ですっぱだかで張ってきました。この後出かけなきゃいけないので、ついでに化粧もしてきました。やっぱりね、すっぱだかで貼るとすごい綺麗に貼れるね。ホコリね、一個も入ってないよ。めっちゃ綺麗に貼れました。ボタンの位置も一切ずれてません。え、なんか鳴った。ちなみにこの保護ガラスは普通の保護ガラスではなくて、横から覗いても見えないという保護ガラスなので、ちょっと見ていこう。今つけてる画面ね、斜めにしていきます。こんな感じ。ほら、全く見えなくなったね。横画面の方は見えるみたいだね。よく巷に言っているプライバシーフィルムってさ、つけちゃうと普通に真正面から見ても黒ずんで見えちゃうんだけど、これはそんなこと一切なかったです。すごい透明感あるよね。そして傷にもめちゃくちゃ強いから、スクラッチテストしてみます。めっちゃ怖いんだけど大丈夫かな。うわー、あー、めっちゃ怖い。あれ、でも横に滑らせられる。つけた瞬間に、あ、傷つかないなってわかる。傷つかないよ絶対に。ほんと大丈夫かな。うわー、すげー、全然問題ありませんでした。気のせいかもしれないですが、他の保護ガラスより少し高級感が増してる感じがします。気持ちブラックメタルな感じがする。全然意味わかんないけど、そんな感じがしたので、私はすごい良かったなと思いました。今これね、 Amazon で私セール中だったので1900円で買えましたので、皆さん欲しかったら買ってみてね。本日はシュピゲン SGP さんから出ているグラス TR スリムプライバシーをご紹介しました。ここそんなにジャンプしないんだよ。